この動画には以上の成分が含まれております。それでもいいという方がおられましたらぜひとも。ゆっくりしていってね。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回の対戦はインフェルノイド VS アダマシアの対戦になるわ。まずはノイド側が煉獄の虚無の効果でインフェルノイドイビルを融合召喚したぜ。融合召喚の素材に使ったのはバエルとベルゼブル、だな。イビルの融合召喚時の効果で墓地のインフェルノイドを除外してそのレベル分だけノイドモンスターをデッキから墓地に送ったわね。やばい墓地小屋しだな、正直ぶっ壊れ新規だとつくづく思うぜこいつは。イビルを素材にリンクリボーをリンク召喚、そして墓地に行ったイビルの効果で。デッキから煉獄魔法トラップカードを手札に加える、か。この効果はどこからでも墓地に送れば発動するから天帝の使徒のなんかの効果で送っても起動するんだよな。先行なら相手ターンで発動できる煉獄の共演をサーチできる煉獄の消化。後攻ならデッキ融合が可能かもしれない煉獄の虚無あたりがベターかしらね。消化をサーチしたか。そして墓地のノイドを除外してバエルを特殊召喚。さらにアドラメレクを特殊召喚。贅沢に墓地を使うわね。まあ相手ターン共演は確定してるしなほぼ。短期決戦のためにやれるうちにやっておくのは間違いじゃないぜ。3体のモンスターで支援の戸が姫をリンク召喚。さらに効果で墓地のインフェルノイドデカトロンを特殊召喚するわ。こいつも効果もりもりだよな。墓地蘇生効果もそうだし素材もゆるゆるだしおまけに自己蘇生と除去もあるとか。リンク素材に使えるのが一番おかしいと思うのよね。せめて縛りはつけておくべきだった。煉獄の消化の効果で共演をサーチ。デカトロンはリリス効果コピーしたままでリンク素材に馳せずエンドか。共演にうらら打たれるとかなり厳しいからリリスコピーでケアするのはこれはベターな選択でしょうね。相手ターンのスタンバイに強宴を発動。消化をコストにデッキからベルフェボルとデカトロンに体を呼び出したんだぜ。デカトロンの効果でネヘモスとリリスをそれぞれ送りさらにその処理後に増殖する G を発動。えげつないわね。ネヘモスの効果で魔法トラップを1回無効。リリスの効果でモンスター効果を2回無効。さらには増殖する G。鬼畜すぎる。おっとここでアダマシア側が丘止め武器の春化粧の効果を発動デッキから春化粧をサーチしようとするが。リリスデカトロンの効果で無効ね。支援の戸が姫をリリースしたわ。これで墓地の戸が姫の効果も使えるようになったんだぜ。ここでさらに苗と霞の春化粧の効果を発動。果たして通るのかしら。通ったな。さらに蘇生された小脇メールサプライヤーの効果で小脇メールガーディアンをサーチ、か。おいおいこれはもしかしたらまくれるんじゃないか。バグースカをエクシーズ召喚。G が通ってるからここはターンを返す選択肢を取ったわね。でも。そうなのよね。トガ姫があるから正直意味ないのよねこれ。これだとたとえガーディアンを召喚して三影獅子を出したとしても意味なかったな。リリス効果持ちのデカトロンもしっかり残ってあるから。盤面なしでターンエンドか。G さえなければって感じではあったんだけどな。妨害数が多すぎたわねいくらなんでも。トガ姫の効果で墓地のイビルを特殊召喚。墓地落としの効果は使えないけどサーチ効果は使えるから。毎ターン蘇生すれば恐ろしいほどのアドバンテージを叩き出すな。トガ姫とイビルでインフェルノイドフラットをリンク召喚。新たに登場したノイドの切り札だぜ。さらにイビルの効果でデッキから煉獄の結界をサーチ。攻撃力アップの効果とインフェルノイドモンスターを手札から特殊召喚する効果または除外ゾーンからノイドを回収する効果を持つ永続魔法だな。後半の効果はどちらか一方しか使えないから注意が必要ね。さらに煉獄の虚無の効果でフィールドのノイドのレベルを1にすることで墓地のインフェルノイドを特殊召喚するぜ。まあ虚無が場にあると与えるダメージが半分になってしまうデメリットもあるんだがな。でも結界のパンプアップ効果も含めたらこれ総攻撃力1万6000ぐらいはいくんじゃないかしら。
まあ行かなかったとしてもそもそも虚無で融合すればいいだけだぜ。イビル出すのもいいし、そもそも普通にテーラも出せるなこれは。ここでアダマシア側がサレンダー。まあ仕方ないわねこれは。返せるのが不思議なくらいだったからな。切り替えよう。2戦目はサイドカードを入れ替えての戦いだぜ。レッツゴー。さあ2戦目だぜ。先行はアダマシア側からだ。先ほどと同じ流れね。春化粧の効果でデッキからサーチ墓地の地属性を特殊召喚するわ。アダマシアアナライザーを召喚してデッキからカードを5枚めくり、その中に岩石族があれば特殊召喚する効果を使ったわね。ガチャは外れだな。もっと課金しないと。ガチャは悪い文明。はっきりわかるわね。さらに春化粧の効果でサーチ。まあ三影獅子で繋げればアダマシアはどうとでもなるものね。コアキメールガーディアンか。これで2ビルなんかも落ちにくくなったな。安全に三影獅子の効果を通せるようになるから非常に頼もしいカードよねガーディアン。増殖する G とか場合によってはスタンバイに投げないといけなかったりするからなこいつのせいで。三影獅子をエクシーズ召喚。その効果でブロックドラゴンをサーチするぜ。ここから始まるわねアダマシアの展開が。墓地の地属性を3体除外してブロックドラゴンを特殊召喚。さらに三影獅子とブロドラでマスカレーナをリンク召喚。ブロドラの効果で岩石族を3枚サーチ。えげつねえ。ここからはもうやりたい放題だな。召喚制限もないからいくらでも何でも出てくる。ドキドキが出てきたわね。レベル2って時点でだいぶ相性いいわよね。ナチュルパルキオンとかも出せるしな。無限包容ケアでパルキオン先出しするプレイもあるんだそうだ。また出てきたぜドキドキ。ドキドキしてるのは多分相手プレイヤーだとは思うけどね。スカルデッドをリンク召喚。そういえば地属性だったわね。名前とイラスト的にどう見ても闇属性だろ、と突っ込んだ昔が懐かしいんだぜ。そしてまた出てくるブロドラ。どうしてターン制限をつけないのか理解に苦しむんだぜほんと。昔のカードだからね。こういうのもある意味遊戯王の醍醐味と言えないこともない。ファイアウォールドラゴンシングラリティ。最近はウーサよりもこちらを出すのが主流なのかしら？相手はノイドだからな。墓地のカードを戻せるってのはかなり重要な効果だろう。ダメ押しのバロネスで蓋をしてターンエンドか。さあどう返す？ついでにバロネスも出しておく感じね。墓地リソースほぼ使い切ったんじゃないかしら？ブロドラ1枚生きてればリソースはいくらでも回復できるさ。返しのターンはエクセルから。だけども。ガーディアンで無効破壊。まずは一つ妨害を踏めたわ。シングラリティの効果。ガーディアンが墓地に送られたので墓地のサイバース族のマスカレーナを蘇生。モンスター効果を起動したので参戦の号を発動。デッキから隣の芝刈りを手札に加える。まあ通らないだろうが。当然バロネスで無効。これで無効は全部踏めたな。
煉獄の消火でデッキから煉獄魔法トラップを手札に加えるんだけども。虚無を発動しようと思ってもマスカレイナで無理だわなこれは。トロイメアユニコーンを出すまでもなくリトルナイトで処理されるだけね。虚無が永続魔法じゃなければワンチャンあったかもしれないわね。しかもブロドラの効果で3枚サーチできるし、これはもうどうしようもないんだぜ。サレンダー、まあ仕方ないか、これは誘発を逃げれなかったのが悪いな。現代遊戯王の悲しいところね。さあラスト3戦目よ。当然インフェルノイド側が先行だな。ホルスの栄光イム石の効果でデッキから王の棺を手札に加え1枚ドローするぜ。出張パーツとして有能よねこのカードも。いつか規制がかかるんじゃないかと結構ヒヤヒヤしているわ。王の棺は1枚でよかったりするからな。規制するならそれをサーチできるこのカードだろう。さらに王の棺の効果でデッキからホルスの先導ハーピを墓地に送るんだぜ。コストは、アスタロスか？そして自身の効果により墓地からそれぞれ特殊召喚、これチェーンに乗らない特殊召喚だから増殖する G を打ちにくいのよね。手札を1枚伏せてエンド。これは初動札がなかった感じか。いつも通り春化粧からスタート。墓穴の指名者で無効。春化粧はコストで墓地に送るから指名者を食らってしまうのよね。懲りずにさらに発動。だけども。春うららで無効。4枚の手札が消えたぜ。ありがちねこの流れ。高校だとこれ普通によくあるのよねー。ターンエンド。お互い非常にグダってるわ。王の棺のパワーだけで勝てそうだなこれ。次の効果でイム石を墓地に送って特殊召喚して、終わりだな。閉まらない終わりだけどこれもまたデュエルってことね。対戦お疲れ様でした。王の棺やっぱり規制した方がいいなこや。お疲れ様なんだぜ。